そう、配信はしますよ。ね、そう、一番ユーハが大変だったよね、このスケジュール。ね、みんな頑張ったねって言って慰め合いました。特に一番マリナ姉さんと慰めました。マリナ姉さん、こう杖をつきそうな感じになっていたので、そう、ユーハ、そう、ユーハはショールームイベントにも参加しているのでね、本当に本当に頑張ってるよ。そうですね、確かに昨日は司会進行をやらせていただいて、今日はお手紙を書かせていただきました。ありがとうございました。私お手紙書かせていただいてありがとうございます。そう、ななみさんのちょっと待ったは、ユーハ仕様になっていて、ユーハの声がいつもちっちゃいねっていう話なので、ちょっと待ったって言ってました。お手紙はなんか最初はすごく二十歳おめでとうっていう明るい感じのお手紙を書きたかったっていうか書こうと思ってたんですけど、でもやっぱり初めてのお手紙だし、二十歳のね、すごくおめでたいお誕生日だし、なんかせっかく生誕祭でねお手紙を読ませていただけるっていうことで、思ってることを全部素直に書いたらいっぱいになっちゃった。なんか裏でね、そう、お手紙を読む時って裏で裏でその BGM として桜の木になろうかかってるんですけど、なんか一曲終わっちゃって、あ、曲終わっちゃったって思いました。そう、みんな夕飯のモノマネしながらね。あ、いや違いますね。お手紙はもうね、前々から考えてて、やることはお手紙じゃなかったんですけど、長いって言われたの。いや、なんかね、なんだっけ、はいって確認で、そうそう、封筒に入れていただいて、こうスタッフさんが確認しようとした時に、あー、ちょっと平均2、3枚なんですけど、スイズさん5枚ですねって言われて、私そんなに書いたんですねってなりました。それだけユーハに思いが溢れてたんですね。なるほどね。やっぱり今回だけ曲早かったですよね。ちょっと曲ワンハーフとかじゃなかったですか、今回桜の木になろう。ワンハーフだった気がします。ユーハはね、そう、ずっとねスピーチ、あ、どうしようどうしようってなってたんですけど、これはみんななるんですよ。生誕祭の日は主役、みんななりますね。でも伝えたいことを伝えられてよかったです。普段からちょこちょこそういうことは伝え合っているんですけど、
ちゃんとこうやって文章にして最初から最後まで言ったことは初めてだったので、これ裏話なんですけど、そのお手紙を書いてる時に、私ユーハのこと考えながらお手紙書いてたら、何回もこうで涙腺がウォッ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 ってなってて、これは多分本番落ち着いて読むぞ、私落ち着いて読むぞってやって言われました。そう、なんかね、ユーハのこと考えながらお手紙読んでたら思いが溢れそうでした。ユーハは本当に本当に幸せになってほしい人なんですよね。みんなもちろん幸せになってほしいですけど、なんかね、守ってあげたくなるような感じの、そう、最近はというか、ここ1年くらいはユーハとのペアが好きって言ってもらえることがすごい多くて、ファンの方から。だから本当にずっとね、ユニットをやりたいねって話してるんですけど、勝手に曲とかも話し合って、まだ何も決まってないのに、この曲するでしょ、これもいいねとか言って勝手に想像してるんですよね。オーディションの時はね、そうユーハと番号も結構遠くって、集合写真の時とかも世には出てないんですけど、そのお披露目、最終オーディションの写真を撮ったんですね、記念写真を。その写真は私も持ってないんですけど、あの撮った時も結構もう離れてて、私はもう どっちだったこっちにいて、ユーハはこっちにいたから、もう接点がなかったんですよ最初。でもなんか集まる機会とかに、結構私は最初はあんまり3期生のみんなの中に、えっどこ出身ですかとか、どこから来たんですか、何歳ですかとか話せるタイプじゃなかったのね。それでなんか椅子のところにこうやっていた時に、なんか前に似たような子を発見した記憶があります。途中でユーハはその輪の中に入って、私はあの何この書類関係があったから別のとこに行かないといけなかったんですけど、そうなんか似てる雰囲気の子いるなとはちょっと思いました。ででもそんなに話してなくて、よく私そもそも最初からそんなにね人と話すことなかったんですけど、あんまり性格的になかったんですけど、あのそうリハーサルの時かな、一番話したのは。しかもさ、あの時ってもうさ、アイドル成り立て小鹿ちゃんじゃないですか。だからね、緊張もするし、本当にすごいなって思ってね、うん、すごくスピーチもかっこよくて、ね、応援したいなって思いました。私もファンの方側に行っちゃってるんですけど、今応援してあげたいっていうファンの方と同じ気持ちになりました。
し、ユハは絶対にセンターになれるって思ってます。私はこれは直接言ってないんですけどなんか逆にプレッシャーになっちゃうかなとかいろいろ思って言えてないんですけど、ユハは絶対センターに立つべき人というかと思ってます。私は心の底からあまりなんかさ難しいんですよね、負担をかけないようにでもそういうことを思ってるけどみたいな感じ、うん、そういや全然優しいとかじゃないんですよ私は、あの本当にそう思うっていう。そうなんかね本当にかっこよくて、今の私にあの言葉言えるかなって思ったら絶対なんかね言えないなって思って、本当に覚悟を決めて勇気振り絞って言ってくれたんだなって思いました。うん、テレパシーで通じてる？あ、テレパシーで通じてるかな？嬉しいな。通じてるかな？なんかそうそう、あのね、なんていうの？私がそれをなんか簡単に言っていいのかなとか思っちゃって言えてないんですけど、なんかどうやっていつか言いたいですよね。でもさ、そのさ、あのユーハが将来センターに立つ日が来たとして、私ユーハセンターになれると思ってたよ、もうなんかあの後出しの人みたいな感じで、だからこの思いはちょっとここだけの秘密にしておこうね。ね、本当にありがとう、ご飯たくさん食べて寝るねありがとう。秘密ちょ、秘密ちょだよ。明日のおしゃべり会でも内緒にしておきます明日、そうだよね、おしゃべり会で早速さ、ユーハのところ行ってさ、スイスイがユーハはセンターになれると思うと言っていたよって早速報告されたらどうしよう秘密ちょですよ、秘密ちょ。そう、でもね、コンビ名がないんですよ私とユーハにはね。そう、ずっと考えてるんですよ2人で。やっぱりさ、ユニットをするってなるとさ、コンビ名が欲しいじゃないですか。ユニットをしてもしなくてもコンビ名が欲しいんですけど、でも本当になんかちょうどいいのがなくって、そうなんだろうって思うんですよね。すっごく初期の初期にユパナピっていう絶対に今だったら採用されなそうなコンビ名があったんですけど、ユパナピかなとか言って絶対にそれは採用されないと思うという、そう過去の、これもユハも覚えてないかもね、どうだろう、覚えてるかな、本当に初期の初期の方に言ってたんですよ。なんかひらがなが可愛いじゃないですか、ユパナピ。でもちょっと言いづらいのと、あんまりちょっとぽくなくてユパナピとも本当に、確かに羽と月があるんですね、羽と月。そう
意外とユパナピ刺さってますか。ユーハに一体覚えてるかな。そう、なんかユーハがユパで、パネー月強そう。何色の月なんだろう、パネー月って。なんかレッドムーンみたいな。もつ鍋はね、そう思いつきでパッて思いついたんですけど、なるほど刺さってたじゃあ何個か候補考えようかな。あと絶対に、これも絶対採用されないやつなんですけど、ドングリーズ採用されないでしょ、これは絶対に。はい、これは採用されないと思うんですけど、2人とも身長が小さくて、それで私の方が大きいよとどんぐりの背比べをしていた時代もあったので、どんぐりーずこれね、はい、絶対採用されないです。あとは何かあったかな。あ、スイスイの羽もあったんですけど、それはちょっとスイスイ要素が強すぎるので、なんか私の羽みたいになるので、それはちょっとなしで、あと何があったかな、水たまりスイスイとかもあったけど、それはちょっとコンビ名っぽくないので、ファンの方からは B 型って呼ばれることもありますね。なんとか B でいいんじゃないダサい、どんぐりーず B ダサい。萌えとは3人のコンビがありますからね。あと私と萌えのコンビもありますから。そう、ユーハの初期のニックネームがユパだったから、そうです。ナチューハだって可愛いね、ナチューハ。ちょっと待って、砂肝キュウリは絶対に採用されないでしょ絶対に採用されない、砂肝キュウリ。聞いてください、砂肝キュウリで狼とプライドなんかもう情報量多いどっちにしようかな、おつまみになるのどっちかなみたいな感じ。そう、新人となりました。つなぎも派だったつなぎもとキュウリどっちを選ぶのって大変。二十歳だからね、二人とも。確かに二人とも二十歳だから。しかもさ、それがさ、砂肝ときゅうりってさ、みんな砂肝ときゅうりを想像してるというよりかは、その砂肝きゅうりでユーハとナツキを想像してるっていうことでしょすごい、砂肝派ときゅうり派が分かれてますね。私砂肝食べたことないんですよね、人生で。全然どんな味か想像できなくて、ユウハに聞いたら食感がコリコリしてて美味しいらしいです。砂肝って何？砂肝って何なんだろう。砂美味しいんだ。へえ。明日食べな。え明日ですか？おしゃべり会の途中で食べて食レポしようかな。あ、今砂肝食べてます。あ、そうなんだ、好み分かれるんだ。なるほどね、鶏の内臓。そうなの、消化するための砂を貯めておくところ。消化するための砂、うん、じゃあ食べてたら砂が出てくることがあるの。アサリみたいな。アサリってさ、
あのなんか下処理しないと砂ジャリって食べちゃうみたいな砂肝もあるのかな。本物の砂は入ってないのかな。砂肝胃なんだね。確かにユハ鳥苦手だけど砂肝は好き。砂肝も一番好きって言ってたユハ。砂も食べちゃうからそれを分ける臓器。じゃあ別のところに砂は行くんだ。じゃあ砂肝には砂はないんだね。機会があったら食べてみます。ユーハのちょっともらうくらいで。そう、本当はユーハが二十歳になるまでの間にお酒飲めるようにしておくねって言ったんですけど、あっという間にユーハのお誕生日が来てしまいまして、ちょっとまだそのお酒トレーニングと言いますかできてなくって、お誕生日の日にあのレモンサワーを3口飲んだ話をしたんですけど、3口飲んで家族にパスしたよっていう話。あれから飲んでなくて、私お酒ちょっと耐性なくて、まだはるちゃんがねお酒に意外と強かったっていうのを聞いて、はるちゃんとお酒飲もうって約束したのに私全然酒トレしてないそう、私は人より誕生日が割と早い方なので、お酒のレッスン、お酒のレッスン、お酒、いろんなお酒をその人のお誕生日までに知っておく期間があったはずなんですよ。でもちょっと飲んでなかったですね。そう、もう二十歳になったので二人。でもユーハとはいつか絶対に一緒に飲みに行こうねという話なので、飲めるかな。ユーハがまず飲めるかわからないですから。しかもさ、正直レモンサワー3口ってさ、アルコール摂取してるのかな、それって。なんか怖くなっちゃって飲めなかったんですけど、結局あ、耐性ない。なんかさ、やっぱりさ、お酒ってさ定期的にさ飲まないとさ、お酒の感覚ってさ分かんないの。なっちゃんのお誕生日は4月27日です。4月27、だいたいゴールデンウィークとかぶってるんですよね。確かに飲み行こうって今日飲み行こうって。まあユハとはお酒がなくてもあのいっぱいおしゃべりできるので、またスイーツ部とかしてカフェでねおしゃべりしたいと思います。ユハがどうだったか聞きたい。来年はお祝いできる、だってありがとう。来年の4月27日はもうすぐなのでね、楽しみに待ってましょう。そしてクリスマスももう明日くらいすぐなので楽しみですねクリスマスまであと3ヶ月と3日だよ。知ってた？クリスマスまであと3ヶ月と3日、33なんだよ。33、そう、クリスマス大好きよく知ってますね。なんで知ってるんですか？去年言い過ぎたかな。あ、確かにあれだね、ハロウィンが先に来るね。ハロウィンはだってお菓子くれないんだもん。お菓子をさ、で街中の人にさ、トリックアトリートって急に言ったらさ、
ってなるでしょ。でもクリスマスはもう街中がクリスマスだから、あのなんかさ、クリスマスマーケットとか、あークリスマスマーケット大好きなんですよね。行きたいですね。去年も行ったんですよ、東京の方と新潟の方と両方すごクリスマスマーケット好き好きマンみたいな。2回に1回お菓子もらえる。でもそしたら私も持ち歩かないといけないよね。ハロウィンの公園ってさ、あると思う？わからないよね。私がわからないからわからないよね。え、確かにクリスマスマーケットってホットワイン有名ですよね。待って待って。ってことはさ、私さ二十歳になったんですけど、今年。今年のクリスマスマーケットはホットワインを飲んでっていうことですか。でも私お兄ちゃんがこの間ワイン飲んでて、でもワインの匂いが苦手だったからどうでしょうか。ガラスのソリとトナカイの置物を買いました。可愛くって、あのね、こんなちっちゃいガラスのサンタさんとかもいてすごい可愛かったんですよ。私去年はハロウィンの公園にいなかったから仮装できなかったけど、今年は何かやってみたいですね。お兄ちゃん成人しているんだねって思ったけど、スイスイがしているからそりゃそう、そりゃそうですよ。お兄ちゃん、スイスイ何歳に見えてるの？トリックオアトリートってしたいですね。ゾンビメイク、ゾンビメイク私できるかな？ゾンビメイク、ユーナがよくやってたようなイメージがありますね。なんかね、今私そう何歳だと思うって聞いたでしょ。みんなのコメント見てたらさ、どんどんちっちゃくなっていく。最初に言った方が16、18、3、中学生、3歳赤ちゃんどんどんこうコメントが来るたびにどんどんちっちゃくなっていきますね。ほぼ21歳ですから、私は21歳です。でもそうやって考えたらさ、私さ来年の今頃にはさ21歳ですって言ってるってことだよ。21歳、すごくない？人生あっという間だよ。どうしよう、まだやりたいこと、やりたいことなんだろう そう、もうちょっとで終わりの時間来るけど、私はラスト1分で壇上を読む人なのでまだ大丈夫。時計は戻りました。怖いよ、あの一瞬だけ時計10分ずれてて、あの日次朝起きたら治ってました。25歳までにやりたいこと、25歳か、何やりたいんだろうね。でも私その時にやりたいことできたらいいかなと思いましたリカさんがね、リカさんが結婚されたから私25歳までに結婚しますってさ今言ったらさ、みんなわーどうしよう結婚だってってなるでしょいや面白い。結婚はまだ大丈夫ですので安心してください
安心してくださいね。まだ全然アイドルとして楽しく過ごしているので、あ、よろしくお願いしますではないですね。僕でよければ、あ、ちょっとすいません、壇上を呼びます。壇上への入り方面白いですね。それでは読みます。13位ポン吉さん、ありがとうございます。12位玉平さん、ありがとうございます。11位指原部さん、ありがとうございます。10位ゆうまこさん、ありがとうございます。9位あさゆきさん、ありがとうございます。8位しまじゅんさん、ありがとうございます。7位なおくん、ありがとうございます。て6位さんたろうさん、ありがとうございます。5位たかちょうぴぴぴさん、ありがとうございます。4位みっちーさん、ありがとうございます。3位アイボリーさん、ありがとうございます。2位とみのすけさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルン、まーくんです。ありがとう、みんな見てくれてありがとうございました。ゆうはお誕生日おめでとう。ゆっくり休んでね、みんな。おやすみ、バイバーイ。おやすみ。バイバイ。